Welcome to シリちゃん。どうもシリです。ガンダムジオラマフロントやっております。攻め込もう、制圧戦。と階級がちょっと低めなので、防衛もろいそうですね。どうして俺みたいな新兵がこんな部隊に。まあだけどそうやってね、なんか手心を加えるわけじゃないんですけど、今はこのザク2回を使わなきゃいけないので使います。あとお金かかるんだよね、機体が。どうしようかな。次の指令か。まあ対空砲が1個しかないから、空ベースで行くと結構いけるかなって感じですね。ただね、1万8000かかるんですよこれ。まだレベル上げなきゃいけないから使いますけど、高い高い。歩兵がちょっとネモを使ってないから、いつもネモ、ここにもう一つネモを使うんですけど、私の鉄板なんですけど、歩兵がいないね。壁役がいねえなぁ。まあ、なんとかなるべ。ウォリアしかねえから。高い。楽勝と言いたいところだが、まあ五分五分だろうな。高いね。こっち方面から行くか、こっち方面から行くかっていう感じ。まああとこっち、こっちへ行かな。割と悩ましいね。バランス配置ってあるんですね。まさか私が。私が。さあ空で行こう全員。こんな感じかな。ウォーリアが生き残ってる間にカタラス持って帰れるさ。データ入れ替えなきゃ。立ちはだかる者は誰であろうと倒すだけだ。ここでやめたら自分が自分でなくなっちまう。何かがきっかけになってカトルを冷静にできればいいんだが。トロは、君の機体は強化されたのか。全火力を集中して目標を破壊する。オッケー。いや、ザク2回頑張ってる。サンドロック、やってみるだけさ。まだやられるわけにはいかないんだ。壁になった。ついてないよな。ここに対空砲1個、あ、置いてあったんだ。全然気づかなかった。まあまあまあ、なんとかなりましたな。うん、まあまあ。自爆装置が無駄になったな。自爆したいですね。モビルアーマーがを潰さないとね、ゴールデンウィーククエストをさっさとクリアしたい、ね、それを終わったら、まあ、あとはコア7までちょっと待ちでいいかなっていう気がしております。分散させちゃうとね、
倒しやすくなる。やはり砲台は。今考え中。まあ地上かな。うん。無理にここは空にこだわらなくていいな。次の戦場が決まったのか。あとは息したいけど。ここフリーで見たいんですけどね。この 1,2,3,4 じゃなくてちょっと不便。よし行きましょう。この機体の火力が必要ということか、はいね、そうです。まったりいきます。ちょっとねまだやっぱ喉の調子がそんなにマックスではないので。うん、こっちから行きたいけど2つか撃たれるからな。そんでこっちだな。戦闘記録001、記録者名トロワと名乗っておこう。障害を排除、次の目標に向かう。障害を排除、次の目標に向かう。全火力を集中して目標を破壊する。おやべ、何やってんの、あの子何やってんの、トロバちゃん。隊長機ね。立ちはだかる者は誰であろうと倒すだけだ。障害は排除する、それだけだ。障害は排除する、それだけだ。ウルトロスの威力を。やべやべやべ。立ちはだかる者は誰であろうと倒すだけだ。他の機体とは動きが違う。慎重に行かないと。無傷で勝てるとは思っていない。やべ、こっち負けてんじゃん。あばい、負けた。早かったな、俺の死も。隊長機ね。他の機体とは動きが違う。慎重に行かないと。ここだけ壊そう。行けるわよ。よし、行くわよ。ここだけ壊そう。拠点攻撃に向いてるわね。オッケーオッケー。これまだ大丈夫よ。見事にやられたけど、ここは一旦下がるしかない。オッケーオッケー。危ね。分散させすぎましたね。ちょっと分散させすぎました。忘れてた。危ね。私も赤なのよ。まあ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 。ヘビアマズが上行っちゃったからちょっと焦ったんです、自分が。ああ、下行くさせる予定だったんですけど失敗しました。もうこれまだ後でいい。安いのしかいないな。きついよ。こっか、帰る帰る。オッケーオッケー。わあ。
これはやりやすそうですね。ショッターだけやりやすそうでもないか。まあ本気じゃ怖そう。僕にしかできないんならやるしかないよね。機体の修理も完了した。いつでも行ける。どうだろうね。難しい。本拠地だけ壊しましょう。目標。だからこれはレベル上がる機体を使ってあげる。あ、ちょっとで。で、ニュータイプといっても僕は特別な人間じゃありません。ジムまで、ジムはザクまで持ってくれ。本拠地を壊すのが目的。いけるかな。これ砲台でしょ。ガンダムは無差別ね。ガンダム発進します。もう南から行ってですね、ガツッと行きますよ。どのくらいの敵が待ち構えているんだ。さあ、これを壊したいんだよね、天咲きな。じゃあここ一気に砲、まあ一回行くか。今の僕になら本当の敵を倒せるかもしれない。軽くね。もろすぎじゃね。僕になんかできるわけないじゃありませんか。これ以上やらせるか。他の機体とは動きが違う。慎重に行かないと。動きが早い。ヒルストライクは速度計する。来るのか。動きが早い。パターンは読んだ。いただく。しまった。よし、壊したね。やったか。次。この戦いはいつまで続くんだ。もう誰も死なせない。死なせるものか。守りたい人が、友達がいるんだ。あそこではまってる。あれははまっちゃうんですよ。こいつ来るのか。戦いたいわけじゃないのに。他の機体とは動きが違う。慎重に行かないと。いいんじゃない。戦いたいわけじゃないのに。ヒールが間に合った。回復が間に合ってギリギリ。エース頑張ってる。時間切れだこれ。だけど本当に倒すべき相手がここにいるんだ。おうおう、 100% いくんじゃないのこれ。うまくいけば。これで仕留めてみせる。あ、いたねえわ。やったか。次。それでも僕は14秒であそこは間に合わないな。10 9。残念。いやだけど、頑張りました。素晴らしいですね。やめろ、僕を行かせてくれ。気持ちだけで一体何が守れるって言うんだ。あ、レベル上がらなかった。まあだけどね、
ザクとかで頑張ったみたいな。頑張った頑張った。これもちょっとお金が安いのしかない。こっち行くかじゃあ。高い率 100% で2回、バランス型ですね。まあ壊すだけならできるかなですね。やってみましょう。お手並み拝見。空は一気でいいかな。ここはそんなに空は重要じゃないな。演出は空でもいいんですけど、今回は真面目にっていうか割とガチ構成。あ、これ借りよう。壁にもなんないですけどね、ヘビーアームスは即溶けですよこれ。俺たちはチームで動いているんだ。勝手な行動はできない。行きましょうか。まあやり方としてはここの2つを壊すとゲージが溜まるんで、それで白のゲージを即溜めて、あ、こっちか、溜めて、ここの2つ溜めて、で、即使って、ここの辺を壊してから、って感じでしょうかね。本当はね、これを狙いたいんですけど、まあ、こっち方面を潰して、それとは別に、ここにネモを、潰してる最中にネモをこっちに出して、この、こいつの砲台の攻撃をこっちに集中させてから、みたいな、小細工もしつつ、みたいな感じでしょうかね。ここから入っていきましょう。最後、本拠地は壊せるでしょ。こっち側のね、エースがどうなるかな、っていう気がします。空中の空のはいらねえかな。射程が長いんでディメンス強いんですけど、今この構成だと空2機に狙い撃ちされちゃうので、まあいっか。ドーム使っちゃう？壁に、一瞬の壁にしかならない。まあでも HP 高いから結構この3連戦も使えます。黒い三連星の名は伊達ではないわ。まあ壁ですね。完全に地上戦行きましょう。ドムの鳴らし運転にはちょうどいい。シロがここを2つポッポって壊してる間に敵兵力が不明につき、撹乱戦法で行く。ね、溜まるでしょ、ちゃんとゲージがしっかりと。守ったら負ける。攻めろ。ここを落としただけじゃ戦いは終わらない。さあ行きましょう。ガンガン行くぜ。手強いな。
頭を切り替えないと。こいつ大型モビルアーマーとの戦い方を知り尽くしてやがる。あれが連邦軍のエースパイロットか。こいつ来るのか。来るのか。人思いにやれ。見たことがないやつだぞ。はい、させます。手強いな。頭を切り替えないと。立ちはだかる者は誰であろうと倒すだけだ。ん、このパイロットただものじゃないぞ。いいやるの、得体の知れないやつめ。任務了解。オッケー、行動を開始する。よし、ここまで来ればあとは消火栓ね、一箇所開ければなんとか。ドムとてこういうゲストリームアタックをかけるぞ。ジェットストリームアタックを。中心が焼けるまで撃ち続けてやる。いや、3連星は使えますよ、本当に。あと1個に。いいね、地上部隊で。あ、ここにも1個あったな。ね、ね、もう生き残ってるでしょ？硬いもん。やったね。素晴らしい。どんな戦場だって切り抜けられるさ。信じ合うことができればな。あ、EJ と回復できない。削られちゃいましたね。あれで1時間ぐらい待たなきゃいけない。ちょっとシーンがいっぱいになっちゃうので、溢れちゃうので、なんか使いたいなと。街ですかね、あとはね。攻撃レベルなの。感じかな。あとはちょっと待って、見ましょう。内側の貿易だけを全部攻めてアップグレードさせたいですね。高いんだこれが。そうするとね、7400はね、なかなかね、ここでその間に耐えるっていう、攻撃をガンガン打っていくスタイル。外側は一応第一防波堤で、外側になんでやってるのかっていうと、まあここ射撃機体で塀越しに攻撃されないためにちょっと距離を取るんですね。もちろんこの外から攻撃できるやつはいますが、基本射程4だと届かないはずなんで、1,2,3,4 でしょ、ギリギリ届かないんで、ここで取っときゃいいかなって感じ。あとこれで様子見てみましょう。190ちょっとどれかアップグレード、エースのやつをアップグレードしようかなと。CPG を再設定、システムオンライン、ブートストラップ起動。あと21時間。ああ、そうだ、そうするとこれができる、ガランシェール。そしたらもうだいぶ楽になりますよ。あと21時間、 やっときた。7日間だからね。長かった。そうするとだいぶ楽です、本当に。一気にやれることが増える。制圧戦ね。もうここはないから。どれも3日とかだからね。長い。
そんな感じでございました。それじゃあね、今回はこの辺で終わろうと思います。最後まで見てくれて、またまったりやっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。